強そうだけど大丈夫かな。当てる。そこ、そこ、そこだ。よっと当てる。はあ、そこ、そこ。ライザ行くよ。よっと、妖精さんお願い。当てる。よっと、そこ。はあ、ライザ、そこ任せた。連射。そこだ。当てる。よっと、はあ、よっ。ライザ行くよ。任せた。まだまだ。そこだ。よっと、はあ、連射。当てる。くらえ。逃がさない。そこだ。当てる。よっと、はあ、そこ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。もうちょっと分かりやすい情報が欲しいな。集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。そう、こいつ多分強い。当てる。そこ、セーター。そこ連続よ。よっと、はあ、当てる。そこ、そこだ。連勝。ライザー、北尾くん期待してるよ。よろしく。そこ、飛んでけ。特訓の成果だ。まだいける。最後だ。当てる。うん、風よ吹いて。任せて。成果連続よ。そこだ。よっと、はぁ、膨らいで頼んだよ。それならどう。そこだ、援護するよ。そこだ、よっと。当てる。そこ、そこ、まだまだ。そこだ、よっと。どいて。当てる。そこ、まだまだ。よっと、そこ、当てる。そこだ、よっと。そこ、まだまだ。ライザ、任せた。ライザ、行くよ。当てる。僕が行く。そこだ。よっと、当てる。そこ、まだまだ。何を使おうか。一気に行くよ。そこだ。よっと、ライザー行くよ。任せた。そこ、まだまだ。そこだ、よっと、はあ、そこ、連射。当てる。そこ、そこだ、よっと、当てる。やっと、それでいけ。私たちの勝ちだね。もっと情報を手に入れないと。強そうだけど負けない。そこだ。成果連続よ。飛んでけ。勢いは止めない。当てる。そこ、成果連続よ。そこだ、クラウディア頼んだよ。行くよ、咲かせるよ。カオフよろしく。クラウディア行くよ。ライザ行くよ。任せた。そこ、さあ始めるよ。そこだ、よっと、はあ、そこ、
当てるよ。そこだ。よ、吹いて。当てる。そこだ。何を使おうか。戦況を変えるよ。そ当てる。そこ。そこ。そこ。よっと。当てる。よ。そこ。まだまだ。そこ。そこだ。よっと。はあ。よ。当てる。そこだ。よっと。まだまだ。連続よ。クラウディア、行くよ。そこだ。よっと。はあ。当てる。クラウディア、頼んだよ。そこだ。よっと。ライザー、任せた。そこ。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。当てる。よ。そこ。まだまだ。どいて。よっと。ライザー、行くよ。よ。当てる。そこ。そこだ。まだまだ。そこ。よ。ライザー、行くよ。任せた。そこだ。よっと。当てる。これが2頭の連撃だ。ライザー、任せた。そこだ。当てる。はあ。よっと。あたしたちの勝ちだね。ちょっとは成長できたくなるぞ。実践で得た経験、無駄にはしないわ。これって、いやいや、そういうことじゃないか。あとどれくらいあるんだろう。一回メモで整理した方がいいかも。わかりそうかも。そこ。なんだろう。本当にこれ手がかりになるのかな。Thank you.
この手がかりからどんなことがわかるかな。何か変わったものはあるかな。これでいい。ありがとね。また見に来よ。抽象的な情報ばっかりなのかな。分かったことを整理したいな。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。さすがにこれだけじゃわからないな。任せた。
援護するよ。妖精さん、お願い。当て、そこだ。よっ、正解。連続よ。クラウに当てるよ。行くよ。凍りついて、そこだ。よっと、はぁ、正解。気になるぜ。そうだ。よっ、援護するよ。飛んでけ。正解。勢いは飛ばない。当てる。特訓の成果だ。そこ、まだまだ。そこだ。よっと、さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そ、当てる。よっと、はあ、そこ、まだまだ。そこだ。よっと、はあ、そこ当てる。じゃあ飛んでけ。ライザ、任せた。まだまだ。そこだ。よっと、はあ、当てる。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。僕が行く。そこだ。よっと、当てる。はあ、そこ、ライザ行くよ。任せた。そこ、連勝。そこだ。冷たいよ。そこだ。当てる。くらえ。貫く。そこだ。当てる。とはあ、そこ、まだまだ。私たちの勝ちだね。ちょっとは成長しつつ強くなるぞ。待って、もっと強無駄にはしないわ。もうちょっとで何か分かりそうなんだけどな。手がかり発見。もっと集めなくちゃ。これだけじゃ何もわからないし。手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。推理の準備っと。あ、分かっちゃったかも。私が知ってるのはこれなら意味が通るかも。魔法は竜から教わったもの。なんかちょっと納得だわ。これの情報は、これなら意味が通るかも。これの情報は、あ、わかった。これの情報は顎のところだけ。どうしてあんなに砕けてるんだろう。どこに行くの？よーし、
どうかな。タオ、何か新しいこと分かりそう？うん、順調だよ。この前の調査が役に立ってるよ。この前調べたのってただの壁だったよね。あんなので何が分かるの？それはね。おい、いるか。入るぞ。あれ、珍しいね。どうしたの？やっぱりここだったか。タオ、また本を預かってきたぞ。いつもありがとう。自分で行かなきゃいけないのは分かってるんだけど。3年間そう思い続けて行動に移せないってんなら、やる気がないってことだろ。それで遺跡の調査の方は順調なのか？うん、順調なんじゃないかな。この前もタオがいろいろと調べてたし。うん、すごかったんだよ。特にこの前調べた遺跡の壁とかさ。あ、それ私も聞きたかった。あれから何が分かったの？建築技術の技法の一つだよ。大きい壁にしか見えなかったけど、あれは遺跡全体を支える柱としての役割があったんだ。そうだったんだ。てっきりもっと他のことが分かったのかと思ってた。そういえばこの前も建築技術がどうのと俺に話していたが、どういうことなんだ？実はさ、タオのご先祖様も遺跡の建築技術について調べてたことが分かったの。そうそう。でも今回の新事実はご先祖様も。タオ、それは違うだろ。違うって何が？お前が遺跡の調査をしている理由は、あの時代の文明を調査するためじゃないのか？なのにいつから建築技術中心になったんだ？おかしいだろうが。いや、おかしくはないさ。だってそれを知ることも文化を明らかにするには重要じゃないとまでは言わんが、今のお前はそのことばかりに傾倒していないか？それは本当にお前がやりたかったことなのか？そんな建築のことばかりじゃないって。他のこともちゃんと考えてるし、調べても。ライザン、その本を見てみろ。現代建築技法って、タオが借りたのって建築の本だったの？ごめん、白状するよ。僕はあの時代の文化を調べるのと同時に、ご先祖様のことも調べたかったんだ。そうすれば僕自身のルーツについても分かると思ったから。だったら言ってくれればよかったのに。断られると思ったから言わなかったの？まさか。ライザなら絶対手伝ってくれる。それを疑ったりなんかしないよ。でもなんでかな、はっきり言えなくって。それだけじゃないからだろう。どういうこと？お前、自分の先祖に負けたくなかったんだろう。は？お前の先祖が途中で投げた謎、それを子孫のお前が解明したかったんじゃないのか？大体先祖が島の整備をしてたことを知った3年前の時点でルーツ探しは貫通してるだろう。これ以上先祖の何を知りたいんだ？ライザたちを巻き込んでまで調べる価値があるのか？ボス、私のことはいいから、もうその辺で許してあげて。まあ、いいさ。夢中になると周りが見えなくなる。
それがお前のいいところであり悪いところだ。今の自分がどちらなのかは自分で判断しろ。俺には関係のないことだからな。周りが見えなくなるか。確かにボスの言った通りだ。ごめんライザ、僕なんか暴走しちゃってたよね。怒ってはいないよ。気持ちはわからなくもないしさ。ありがとう。でもちょっと頭を冷やすよ。少し一人にしてあげた方がいいよね。おい、ライザー、いるか？よーフィー、出迎えご苦労さん。いらっしゃい、レント。どうしたの？その、なんだ？フィーの様子が気になってな。へえ、レントも心配してくれたんだ。当たり前だろ。お前俺を何だと思ってるんだ？冗談よ冗談。レントが優しいのは私たちが一番知ってるんだから。お前な。よう、レント、お前も来てたのか。お邪魔するわ、ライザ。いらっしゃい、クリフォードさん、セリさん。もしかしてクリフォードさんたちも？そういうことだ。フィーが元気じゃないと俺たちも気がめいるからな。はい、ライザ。聞くかわからないけど体にいい植物を集めてみたわ。ありがとう、セリさん。お礼なんていい。私もフィーには元気でいてほしいから。フィーフィーフィー。元気なやつだな。あんまりはしゃいで倒れたりするんじゃねえぞ。実際フィーの調子はどうなんだ？前ほどじゃないけど今のところは元気だよ。みんなとおしゃべりしてるときは特にね。そうか、俺たちも少しは役に立ててるな。必要なものがあれば言ってくれよ。そしたら何だって探してきてやるからよ。私もフィーが元気になる植物をもっと探してみるわ。ありがとう、みんな。私もフィーが元気でいられるように頑張るよ。フィーフィー、嬉しいね、フィー。フィーのことみんな心配してくれてるんだよ。みんなの気持ちに応えるためにも頑張らないとね。